ようやくたどり着いた。ここに来るために登場した飛行機が謎の集団に襲撃を受け撃墜され、命からがらの脱出後、運よくたどり着いた無人島でのサバイバル。いつまでも来ない救助。このままでは時間ばかりが過ぎてゆく。そう考えたあちしはイカダを作って脱出を試みる。幾日もの漂流、荒波の海、強烈な潮風、昼は灼熱、夜は極寒の大海原。天候さえも敵だったのよ。周囲には飢えたサメの群れ、上空には海鳥が飛び交い、水も食料も底をつき、何度も死ぬかと思ったんよ。疲労と空腹、朦朧とした意識の中、最後の力で近海を漂っていたら、海上保安なんたらさんの船に保護されて、無事にこの国にたどり着いたはいいものの、不法入国で強制送還させられそうになって、ここまで来てスタート地点に戻されるのはあまりにご無体。なんとかしてそこから逃げ出すのに、これまた本が一冊書けるほどの数々の出来事。そんな苦労の果て、ようやくたどり着いたここ日本。疲れてお腹空いて眠いし、まずはリヒトクライスの支部を探してゆっくり休んでから考えるんよ。あれれれれ、ひょっとしてもう夜、うつろの夜が始まってる。うーん、仕方ない。一人だけで戦うオリエッチが心配だし、疲れた体に夢中って戦いの夜に赴くんよ。まあ待っているよ、オリエッチ。今、あちしが助けに行くからね。ようやくお出ましたよ。リカちゃんです。よろしく。ファーストクローズ、ディバイド。いいねだな。これ、ちょっと。今のは惜しかった。クルリン。マクシタ、こっちだ。マクシタ、こっちだ。マクシタ、こっちだ。ジーナ、ミカ、セカンドクローズ、ディバイド。ミカちゃん、今のは惜しかった。ディバイド。ごめん。甘い。セカンドクローズ、ディバイド。やるじゃん。やるじゃん。
ミカ。このアチシをここまで追い詰めたことを誇りに思うといいよ。はて、誰かが巧妙にアチシをつけ回しているような。この知った匂いが風に乗って、うん、遠くの気配に気を取られていたら近くに怖い気配が。誰言う。おやおや、怖い気配だなんて心外だね。そもそも殺気が漏れるなんてヘマは僕にはないはずなんだけど、こうしてわざわざ姿を現したのは気になることがあったからに他ならない。君のその格好、リヒトクライスの人間だろ。その上で確認したいのだが、さすがにありえないか。ゴルドンの話からして彼女はこういうタイプではないだろうからね。しかしなぜリヒトクライスのもの、それも子供がこんなところに一人で。何かのトラップか。うん、そこのお兄さん、人を見るなり一体何ですか。舐め回すようにジロジロと。あ、まさかファン、ラブなんですか。女の子だらけのリヒトクライスでも希少な可愛い系ミカちゃんの時代がついに。はぁ、やれやれ、またインテリジェンスに欠けた者のご登場か。君たちがこの夜でやっていることはともかく、僕の知っているリヒトクライスとは知的で品格ある組織のはず。いや待てよ、この場合ドイツ名称の異なる組織である可能性もあるのかな。なぁ、その嫌味な言い方。それじゃあまるでアチシがリヒトクライスの品格に足らぬものみたいではないですか。僕の言っていること、趣旨と真意、その理解はできるみたいだね。品格は置いておくとして、知性と感受性、コミュニケーション能力は最低限持ち合わせているようだ。リヒトクライスのランク制、君がどの程度の位なのかはわからないが、新人さんなのかい。どいつもこいつもランクランクと。どうせ点数は最下位ゆえ。お前らあれか、そんなに数字が大事か。順位じゃダメなんですか。紙の試験で人を測るなゆえ。あちしは爪を完璧に隠してるタカタイプなんゆえ。近年になり意識改革が進んでいるとはいえ、そのペーパーテストで全てが評価される時代、適応できる能力がないってことは、それが君の実力なんだよ。否定したければその隠している爪とやらを僕に見せてはくれないか。君たちリヒトクライスの実力、ぜひとも測らせてもらいたい。喧嘩ちょうど、いつでも来いや。言ってもわからぬ輩にはカモンバヘルベール、パンチウィズよ。センスイグゼクターと侮るなかれ、せいぜいぶっ飛ばされて痛い目に遭うといいよ。ファーストクローズリバイド。読みやすい。お前ら立て直し。甘いね。くるくるか。分かってリバイド。お前ら行くよ。今ミカ。セカンドクローズディバイド。危なすぎる。立て直し。今だ。甘い。今だ。行く。行く。回収。今だ。行く。
強すぎる。捕まえた。ブレックダウン。ミカ、チェスター、魂が込められた今の一撃、見事であった。またどこかで会おう。会いたくないだろうけど。浮きことの名をこの上に積もりかし、いざ尋常に成敗だ。ファーストクローズディバイド。おのれこう、おのれこう、シャッカーガッツミッサー、接触、おのれガッツァー、そんなもの、やめた、やめた、ほっ、ほっ、行かないよ、ファッカー、おのれガッツァー、ガッツやるの、やるの、1番2番解放、終わりか、やるの、やるの、終わりか、ほう、総体、やるの、いくんぞ、まだ戦えるぞ、全速前進よ、お無視しても引かじ。セカンドクローズディバイド。やるの、交代、これはいかん、こう反撃開始だよ、ダウン、反撃開始、終わりか、停止、デイ、このレモン、いかん、やるの、このレモン、発射、こう、やられちまった、そう、逃げた、やるの、そう、終わってるわけにはいかんのだ。ウィナー、ミカ。この夜には怖い悪魔が潜んでいるんよ。我らリフトクライス最悪の鬼神フィフスイグゼクター様が来て、頭から味噌つけてバリバリ食べられてしまうんよ。恐ろしいよ。テンスイグゼクター、ファーストクローズディバイド、まだだ、やった、やった、ポリオ、これからだ、まだだ、行くよ、行くよ、ウィナー、ミカ。ロンドキア。セカンドクローズ、ディバイド。そこで、バナナ、よっしゃ、これから、行くよ、全身、これから、おい、強敵、サビを、行くよ、この極東の島国で偶然に出会ったライバルよ。お主のことは忘れないよ。友よ、安らかに眠れ。
なんだこのチンチクリンは。このようなコダヌキがなぜこの夜のもと。いや、よくよく見ればお主、相当な鍛え方よりも凄まじいオーラを放っておる。お主こそ、これがわかるとはなかなかできるおじさんの様子。このあちしの前では隠せませぬぞ、いろいろと。どうやら我らに多くの言葉は必要ないようだな。その通りなのよ。必要なのはどちらの拳が先にその面に届くかなのよ。そのようだ。そしてどちらの足がこの大地を掴んでいられるか、それだけがはっきりすればよい。名をお聞かせ願いましょう、おじさん。あちしはミカリターナ、テンスイグゼクター、アーデルハイト様の命を受け、てないけど、この地に助け出しに来たものよ。我が名は剛腕の巨人、ワレンシュタイン。今はヤトに属する者。主たる姫子リンネの名にかけ、この戦い、貴様に勝利しようぞ。ワレンシュタイン？はて、何か学校で忌まわしき危険人物として聞いた名前の気がするけど、まあいいのね。アーデルハイト、はて、何だったか。遠き昔に何かあったような名だが、まあよかろう。おじさんが何者であろうと関係ない。ただ殴るのみよ。貴様が何者であろうと関係ない、ただ殴るのみよ。おりゃー。ファーストクローズディバイド。クレイはクレイドーカンパーヒカル。クレイはカンパーカンパーヒカル。ダバキャーフッヒッパー。味方を待つダンマイクレイヒッカンパーヒッカルは打ち取ったヤルではないかヒッヤッヤッヤルではないか。なかなかやり終わる。セカンドクローズディバイド。こちらピッやるではない。ピッピッカン効かぬな。ピッ効かぬな。ピッジャッピッピッピッカンピッカンピッ終わりか。ピッ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 終わりか。バカだ。終わらぬぞ。さあ、おい、こちらから行くぞ。よくあるではない。そんなに打ち震えるがいい。ダルフェンネアルシュラーゲン。もういい。よしだ。この鉄砲を装備したアチシは無敵なんよ。今のでも結構前線した方だから気を落とさないでほしいんよ。邪魔をするなら片付けるまでだ。するよ。ファーストクローズディバイド。まだだ。ニカちゃん！
ウィナー、ミカ。セカンドクローズ、リバイド。耐えて見せる、耐えて見せる、耐えて見せる。まずバレー、まずまずバレー、誰よっと、バレー、どうせさえ空いていなければもっとスマートに勝てたのに。お客様の中にコックさんはいませんか。待ち焦がれたぞ。ちょっと通らせてもらいます。この時を。ファーストクローズディバイド。皆さん、ミカちゃん、設定ミカ。セカンドクローズリバイド。ミカバーティカル。やっ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 ミカ。お腹さえ空いていい。この危険な夜、それもまがき者集う深淵近くに不釣り合いな人影。小さい子供がこんなところを出歩くのは感心しないな。こんなところに小さい子供がいるんよ、危ないんよ。うん、どうやら相当な世間知らずのようだ。まあこのような年端もいかない子供では経験の浅さゆえ仕方のないことか。ビキ、なんですと？お前の方こそ小さいのになんだか偉そうに言う。お姉ちゃんが年長者に対する口の利き方を分からせてやるんよ。な、大体だな。私の方が身長は低いかもしれないが、同じくらいだろ。大差はないはず。その上、私の方が器に宿る精神が大人だ。この落ち着き、気品、貫禄、お前にかけらでも真似できるものか。お子ちゃまは10秒と黙っていられまい。そんなの関係ないんです。大人を測るバロメーターというのはですね、身長と、身長とその次におっぱいです。一番お姉ちゃんであるかぐやが言ってたから間違いないんよ。お、それこそ変わらないだろ。そんなもの、お前だって同じようなものではないかって。何を言わせるんだお前は。
そんなことで真っ赤になるからお子ちゃまなんよ。背伸びして張り合って面白いんよ。こいつね。ならこうしよう。子供同士のじゃれ合いと行こうではないか。お咎めも後腐れもなし、心ゆくまで楽しめるだろう。心ゆくまでな。心ゆくまで楽しむ。最後まで立っていた方が大人だ。大人である方がこの祭壇へ続く扉をくぐり、パラドクスの首を取る。異論はないな。望むところゆえ、人生の先輩に立てついた罪を思い知らせてやるゆえ。ファーストクローズリバイド。夜の力よ。セカンドクローズリバイド。この鉄鋼を装備したアチシは無敵なんよ。今のでも結構前線した方だから気を落とさないでほしいんよ。主と同じでガタが来ているに違いないよ。とりゃドロップキック。キャー、な何事なの一体。誰、ゴールド、遠軌道、またあんたたちが暴れてるの。見つけたぞ、お前が悪の親玉だな。天から見守るオリエッチに代わり、いざ尋常に成敗いたす。はあ、一体何を言ってるのこの子。悪で親玉って点は概ね合ってるけど、あんたに成敗される言われはないっての。だいたいね、悪も何もあんたの方こそ住居侵入に器物破損、得て勝手に傍若無人、有象無象の支離滅裂で上場酌量の余地もないじゃないの。難しい話にノーと言えるあちし、だいたい合ってるなら理由はそれで十分や。あらあら、珍しく短気な性格のお嬢さんだこと。あたしそういうキャラクターって嫌いじゃないわ。けどなんとなくで言うけど、その格好あんたってリヒトクライスの関係者じゃないの。いかにもリヒトクライスの天水エグゼクターミカちゃんです。いざ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 、尋常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 。はあ、デンス？それってとんでもなく弱いってことじゃないの？呆れた。そんな雑魚が相手だなんて、なめられたもんね。
そんな雑魚に中央突破でこんなとこまで来られたことをもっと恥じるゆ。ビッタ。いいわ、痛めつけがいがありそうで、いまいましいリヒトクライスへの見せしめとして存分に切り刻んであげるわ。ファーストクローズディバイド、ミナスロン、もったいない、カウント、もったいない、その辺にしといて、行くぞ、行きなす、足なす、踊りなす、行くぞ、そうは調子に乗っちゃった、まるで無駄、行くぞ、まるで調子に、決まったよ、ユナ、ミカ、ユナ汚れちゃうの、セカンドクローズディバイド、調子が取れちゃって、もったいな、もったいな、怖いな、砕けちゃうぞ、もったいな、怖いな、跳ねなさい、砕きなさい、調子に乗っちゃって、お上手、刺しなす、跳ねなさい、刺しなす、出なさい、時を刻むわ、容赦しない、行くわ、ブレックダウン、やったやった、ウィナ、ミカ、したんや、このあちしをここまで追い詰めたことを誇りに思うといいや。ミカはテンスイグゼクターとはいえ、それは団員認定の筆記試験の際、回答がすべて一問ずつずれていて全滅だったというだけのこと。戦闘能力、特にパワーに関しては我らリヒトクライスでもエースと呼べるレベルの存在。数字や肩書きだけで安易に人を判断するからそうなるのです。パラドクスよ。その声は、まさかオリエッチ、生きていたのか。さすがオリエッチは、いいことを言います。いいことなど一つも言っていません。なぜ身内の恥を大声で説明しないといけないんですか。なあ、もう。次こそちゃんと集中して間違いのないよう試験を受けなさい、ミカ。オリエッチは厳しいよ。感動の再会、その挨拶もなしにお説教が始まるんよ。まったく、夜の巡回に来てみれば誰かがすごい騒ぎを起こしている、それがあなただと分かったから私は気取られないよう物陰に潜み補佐に徹していたというのに。なんだか見知った気配を感じるなって思ってたけれど、さすがオリエッチンユ、ナイスサポート、ナイスアシスト、それでこそ我がベストパートナーよ。しかし、一体なぜあなたがここに。今回の派遣試験には合格できず、本部警備の待機命令だったはずですわ。それはレワレワ宇宙人だではなく、特別命令が出たんよ、オリエッチを助けろという命令よ。よジロ、嘘よ、オリエッチが心配で本部から抜け出してきてしまったんよ。そこに正座なさい。はい、うん、まあ実はあなたが脱走したということは本部からすでに聞いていたんだけどね。シルバリア様も心配していたんだから、ちゃんと自分から連絡して謝りなさい。アーデルハイト様は大変お怒りだそうだけど。ぽよー、あーちゃんお怒りないよ、強制送還させられるんよ。また日本伝統精進料理のつつましい食生活&おやつ抜きの食料危機
ちゃんと本部とアーデルハイト様には話をつけています。あなたはしばらく私の指示のもと、最大の危機であり禁忌と目される次の夜へ向けて動いてもらいます。時間もない、人手も足りない、我らリヒトクライスの勝利のためにはあなたの協力が欠かせない。手伝ってもらえますね、ミカ。崩された